24歳、シーチキンさんで、はい、当日ドタキャンしたくなった日、どういう理由が一番アイデアを気づけるようにしますか？ドタキャンって、はい、いろいろ理由はあると思うんですけど、うんうん、あるよな、いろんな理由があるわ。だ自分がされて気持ちいいやつって考えてんじゃん。あ、なるほど。うん、女関係全然いいけどな、俺。どういうのは、本当に好きな子が出てきてしもてみたいなことを、ああ、この間の佐藤さんに、なるほど、公園なみたいなんで連絡して、うん、あ、まあ連絡する前でもいいけど、ほ、うんとすいませんね兄さんつって、うん、今日あの誘っていただいてるんですけど、ほんとに狙ってる子がいてみたいなこと言ってくれたら、うん、なんか全然それなんか気持ちいい、気持ちいい、はい、確かに確かに、それを、そらそうやわ、それを単独ライブの VTR 撮りとかあるわー、むちゃくちゃありますね単独ライブの VTR 撮りあるわー、俺ほんまあるあれが一番あかんと思う。横でそうやって嘘ついてる怖く見たことある先輩に送ってるやつ見たことあると思う。でさ、なんでそういうこと俺芸人あの若手考えへんのかなと思うけど、要はその先輩も同じように先輩に誘われた時にその理由で困ってるやん単独ライブの V 撮りっていうのが一番都合がいいんちゃうか、あの裏を取られへんのちゃうかみたいな、みんなそこ通ってるんやから、もちろん先輩も、ああ、まだそれは、うん、そういうなんか逃げるための嘘やだって、もちろん、これは経験してない人だったもん、私も。うん、まあ、こと芸人の断り方に関しては、単独ライブの V 撮りがもう一番合う。絶対合う。なるほど。なるほど。俺もでも正直何回か使ってるからな、これ。単独ライブの VTR。いやいやいや、毎日キングコングの撮影が入ってまして裏の撮られへんやつ。そうやね、便利やね、便利やね、俺結構使ってんねんこれ。ちょっと行きたくないなって思う先輩とかいるやん。ちょっと毎日キングコングなんすよって。いやで一回どうしても絶対にバレたくない人やったから、一回西野にも連絡したからな俺そういうことにしたい。 LINE で明日毎日キングコング早朝からってことにしといて大変やねって大変やもん、あんなの。いや、みんなそうだね、それあれ一番すごくエネルギーの、でもバレてんねん、それもバレてんねん。正直が一番いいんだよな。